絆結び跳ねる気持ち、君は私の天命。勝者は誰になるのでしょうか。ティアナ、ゆめこしょうさん、行きますよ。コスリが出せないわ。制約の十字架ライディングマーガー。遅い遅い。スタン、ちゃんとリハーサルを見てください。後で美味しいものをあげますから。いい子いい子。カット。よくできたわね。疲れた疲れた。ロザリアって厳しいんだね。就業発表会のための特別講師だからね。はい、みんないい感じだわ。この調子よ。よし、次のグループね。来る日も来る日も広いステージでいつも私一人。テレサ様、天才は孤独になる宿命なのです。でもそんなのやだ。一セリフ目の切なさが足りない。で、感情爆発のタイピングが早すぎ。タイミング…イリア、お手本を見せて。来る日も来る日も広いステージで…イリア、設定を増やすな。台本に書いてないでしょ。私もやってみたい。ステージでいつも私一人なんて。違う。挑戦者すらいないなんて、そんなの私は嫌よ。違う、違う違う、全然違う。私がやる。ディランダル様、どうしてこちらに。確か今日はお忙しいはずですが。早めに終わりまして、それでスタンと散歩しようかと。それなら一緒にお食事しましょう。一緒に食べますか。あの、すみません、お昼ご飯楽屋に置きました。皆さん食事にしましょう。食堂特別ランチ、一口ロールキャベツ。体力を回復させるために中身は牛肉と春雨。欠かせないわ。リハの時間は限られてるから、ロールキャベツは全部一口サイズにしてすぐ食べられるようにしてるの。そうだ、リハの後はテスト期間だけ食べられる豪華ロールキャベツもあるわよ。豪華ロールキャベツ、あれかしら。あれですね。
学園就業発表会、みんな協力してくれてありがとう。いいよ、楽しかったし。私は力になってませんが。面白いわね。お腹いっぱいでしょ。そっちこそお腹いっぱいでしょ。ロールキャベツをこんだけに入れましょうか。素晴らしいオープニングだった。これより聖フレイヤ学園就業発表会スタート。できますよ。あ、フローニャ、明日はどんな一日になるかしら。きっと新しい一日になるよね。